バカじゃない？賢い。何が賢い？サービスエリアになんとミニドンキがありました。というわけで1000円ずつあげるから何か買ってきてください。はい、何でもいいよ。ありがとうございます。いただきます。行ってみます。やってきました。1000円でちゃんと買ってこれましたか？はい、当たり前じゃないですか。だって僕あれですよ、逆に超えずに1000円よりも少ない。めちゃくちゃ500円もオーバーしてない。してない、怪しい。ねえ、30円ぐらいオーバーしてない。ああ、間違えていい。本当です。えバカじゃない？どういうこと？30円ぐらい1000円よりも少ない。少ない？ほんま？じゃあちょっと何を買ったか教えてください。じゃあたけるちゃんから。1つ目、お得用ラーメンチキン味16食入り。でかい。これはなんでこれにしたの？これはね、食べたくなった。お湯入れんとボリボリ食べる感じ。うん、勝ったらボリボリじゃなくてお湯入れちゃった。次はキャンディー。まだまだやな、お料理か。ポケモンのコーラ味のチューイングキャンディー3個です。3個でで、なんとおっさんみたいなバターピー買ってます。いいな。そして塩バターピー買ってます。これで終わりです。これで全部？はい、たけるちゃん合計金額948円。おお、めっちゃいいよ。まあまあね、たけるちゃんはね、計算がまだそこまで細かく、税込みとか税抜きとかが難しいかなってことで、ロボママがついて一応歩いて計算をしてあげました。はい、はい、で、1000円でお釣りが来るように選んで買いました。賢い。何が賢い？え、何がよ。1000円で買ってきてって言ったのが1000円以内で買ってきて。賢い。え、いや、賢いかどうかはまだもうちょっとわからへんで。じゃあ次行こう。はい、次わたるくん。50円損した。50円買っとけばよかったって。はい、わたるくん、なんか買いようときは多分すっごい、あと何やった、2円とか4円とか。いや、そんな、いや、そんなじゃない、そんなじゃない。余るぐらいで。いや、違う、500円までに2円とか4円とか。もういいや、まあ、どんどん出していってるじゃん。じゃあ1個目ふぅっハリボーグミ。それ、それ、俺にちょっとだけ好きやな。あれ、ちょっとどんどんもらおう。はい、じゃがりこサラダ味。終わり。え、いや、まだあるやん。終わり。え、まだあるよ。これで500円。まだある言うとで。これで500円。1000円やで。いや、これで500円。まだ後ろに隠してやろ。はい、い出して。はい、出して。くそがマスク500円。マスクお父さんに買ってくれたの。 L やけど大人用や。うん、大人の大きめサイズ。お父さんに買ってくれたんや。買おうかな。それなんか安かったやったっけ。あ、安売りしとくかな。あ、まあその金額に合わせようと思って買ったやな。50円ぐらいやったやろ。他になんかマスクを50円ぐらいで買ったの。違うって。え、それじゃない。あ、それじゃないマスク。これ、それじゃなくて、うん、これ50円。じゃがりこが50円。いや、50円じゃない。え、88円。でも88円って。マスクは何や。マスクは198円。え、なんか言うとったのとなんか全然違うような気がする。った違う値段、値札見てない。そうやな、違う値札見とったんじゃ。L サイズの大きめやからお父さんが使います。そうやな、違う。わかんない、ちょっと。はい、じゃあ次。ズズンズン、これでエグい。これエグい。なにこれ。スマホスタンド。机とかにこう、うん、できるやつな。いや、はい、手に持つのがめんどくさいとか、そういう、うん、それ値段は500円以上。500円以上、それ何円。500円。500円。じゃあ値段言っていこうか。うん、今のが500円やろ。で、じゃがりこ500円やとお得やな。うん、じゃがりこ88円。マスクが198円。ハリボー組358円。合計じゃ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 ん、1248円。あれどうした、あれどうした、あれどうした。250円オーバーやん。なんかな、ほんまな、渡る50円のマスクをな買ったとかって言うとったやん。いや、まあ、たとえ50円のマスク、今の200円のマスクが50円やとしてもさ、うん、200円ぐらいオーバーしとる。だいぶ、あの、え、どういうことやろ。その税込み税抜きのやつを見間違えたか、
もしくは違う商品の値段を見て計算したか。ちょっとこれ買い物を任されへんそう、税込みが書いてなかったし、買い物を任され、あ、残念ながらだいぶオーバーしてしまいました。やった。そしてたけるちゃんちょうど1000円だった。お得お得200円オーバー。はい、お父さんが買ったやつ。ローババは値段関係なく買ってます。え、値段関係ある？関係あるの。1000円で買ったの。1000円以内で。これが698円。この形のマスクがちょっと使ってみたくて。あ、そうな。へぇ、真ん中に空気が開くやつな。へぇ、高すぎやろ。あと2個が1個ぐらいしかない。そしてこちら、シルに、シル、いや、岡田なんかリラクゼーションドリンクって感じ。なんなんそれ。運転中に飲まないからいいなと思ってな。はい、炭酸飲料。そしてそしてなんとこちら S カップ。これ値段いくらやと思う？なあ、わた0円。0円ちなみに実はわたるも0円でもらってました。今なんかどんどんドンキくじっていうのをやっとって、1100円以上買ったら1回くじが引けるってやつだ。 それで当たった。いいよ、めっちゃ連続で当たったね、2人。はい、以上です。いただきます。以上です。あ、ローママは別に何にも考えて欲しいものを買いました。これおばさん。何が首輪がねおっさん。あ、それ、じゃあそれは渡るに食べてもらおう。そしてこれが大問題や。これが一番の問題、これもうこれを買うと1000円ちょっと超えてしまうから、でも買いたいと。だからお母さん買ってくれってお母さんに渡したなってことはこれも含めたタケルもオーバーしてるな。いやけど、これは含めてないから、含めてないから大丈夫、含めてないから大丈夫。食べるってことでいい。食べる。まあまあ、これはね、ロボパパもね大好きでよく買うんで、まあ、ロボパパがオーバーって言っても過言ではないくらい。だから食べるロボパパ。1000円超えてないから、1000円超えてないから、100円ぐらい超えてないから、100円分ぐらい食べれるってこと。はい、というわけで、わたたけ1000円のお買い物こんな感じになりました。やった、200円オーバーできたわそのおかげで買えた。え、わざとですか？いや違う、間違えてだけどある意味よ。これ食べよ。というわけで、焼き芋食べやろ。焼き芋がとても食べたかったらぐたぐたにしてるんですね。どういうことやねん。ナイムフォローですね。じゃあバイバーイ。バイバイ。こいつも食べてやがる。俺も食べる。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。